皆さんこんにちは、みなりんです。皆さん、バービー人形知っていますか？まあもちろんご存知だと思いますが、まあ昔からあるリカちゃん人形の海外版ですね。もう本当に昔からあるお人形さんで、なんと1959年から発売開始されているそうです。立派なおばさまです。で、まあそんだけ長い間発売されているおもちゃなんですけど、まあいろいろなバービーさんが登場したり亡くなったりしてきました。というわけで本日は3体バービーさんを購入してみました。じゃんじゃじゃん。はい、こちらの3体はなんと発売中止されているバービーちゃんたちです。もちろん大人気のバービーとかもいたんですけど、これは世間的に受け入れられなくて、どうしても販売中止にせざるを得なかったバービー、買ってはいけないバービーをいろいろと購入してみました。それぞれ面白いんですけど、それぞれ販売中止になった理由とかもしっかりしているので、もちろんね、一部ではまだ販売されているかもしれないんですけど、基本的におもちゃ屋さんとかではもう一切手に入ることができません。開封して遊びながら、どうして販売中止になったかもちょっと見ながら開封していきたいと思います。というわけで、買ってはいけない販売中止になったバービー、早速開封していきましょう。というわけで、第1体目販売中止になったバービーです。こちらです。はい、トータリースタイリングタトゥーズというものです。まあ名前から見てもちょっとわかると思うんですけど、タトゥーなんですよね。開けてみましょう。一見見た目とか普通のバービーなんですけど、ちょっとね、面白いギミック付きでございます。拘束されている場所が多すぎる。はい、取れました。私バービーちゃんはすごく久しぶりなんですけど、なんかね、久しぶりに見たらめっちゃスタイルいいね。私が持っている他のお人形さんと比べると、なんか足が長くて顔がちっちゃい。めっちゃスタイルいい。他にはお洋服と髪の毛のブラシ、そしてこれが面白いの、なんかガンみたいな形をしているものです。また後でちょっと見てみましょう。そして最後にこちらのシールとタトゥーです。まあ、こちらのバービーちゃんのセット、何かと言いますと、タトゥーができちゃうキットです。すごくない？これ人間につけてもいいんですよね。え、タトゥーできちゃうの？いいじゃんいいじゃん。こちらのタトゥーガンを使って、こちらのタトゥーをポンってくっつけることができるそうなのですが、どうやるんだろう。まずはここ、この中にお水を入れるそうです。お水入れてきます。はい、お水を入れてきました。で、使い方はちょっとこう押してみましょう。お、水が出てる音がする。ここにスポンジがあるんですけど、このスポンジが濡れてくるそうです。すごいひたひたになりました。で、続きまして、タトゥーシートから、こちらがタトゥーシートですね。このタトゥーシートを一つ切り取りましょう。透明のフィルムを外して、開いた。四角い跡があるので、それに合わせて置いて、こんな感じですね。できたできた、セッティング完了。これを、あ、止まるまで回すそうです。あんまり面積がないとつけづらいと思うので、背中につけちゃいましょう。バービーちゃん失礼します。あー、おーじゃあ背中に、待って、わかんないわかんないわかんない。あ、押し込むんだ。なるほど、結構長い。止まった。ゆっくりと剥がします。そうすると、おーってない。できたけど、伸ばして伸ばして、あ、オッケー。こんな感じでバービーちゃんの背中にタトゥーができました。バービーちゃんの体だけじゃなくって、お洋服とかこういったものにもつけることができるそうです。布をピチッと留めます。表面ができたので、ここの上にポンって押すそうです。やってみましょう。じゃあウサちゃんじゃあこのウサちゃんにしてみます。ウサちゃんのを置いて、楽しい。これゆっくりと開けると、あ、ちょっと斜めっちゃったけど、まあ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 、こんな感じでね、お洋服にもタトゥーをつけることができちゃいます。めっちゃ楽しいんだけど、これ好きなお洋服ができちゃいますね、これで。え、いいいいいい、楽しい楽しい。人間の自分の体につけることもできちゃうので、やってみよう。どれにしようかな。ちょっとこの後人に会うんですけど、タトゥーしてるとびっくりされちゃうかも。どうしよう。あ、でもね、このバービーちゃんのが可愛いから、これにしよう。どこにしようじゃあここにしちゃおうかな。この後人に会うので、ちょっと見づらいところにします。変わった感触、面白い。剥がすと、できた。見て見て、タトゥーができた。いいんじゃない、めっちゃ簡単にできるし、楽しいし、可愛いし、個人的にはすごくすごく楽しめました。素晴らしい。
で、まあこれが販売中心となった理由なんですけど、まあやっぱりね、タトゥーですから賛否両論がすごかったんだと思います。まあ女の子たちの憧れの存在であるわけなので、憧れの存在がこうやってね、体中にタトゥーをつけていたら、っていう感じなのかなっていうのと、タトゥーのデザイン自体が、まあ、すごく素敵なタトゥーと、っていうようなタトゥーとかあると思うんですけど、蝶々のスタンプとか、お尻の上ら辺、ここら辺につけるのが主流なスタンプなんですけど、まあ一般的にちょっと酔った状態で若い女の子がつけそうな、あまり意味のないスタンプと言われているため、まあそういったタトゥーとかを身近に感じてしまうような商品が NG になったと言われています。まあ賛否両論ありますけどね。はい、では二つ目のバービーを紹介します。こちらです。ドドン。箱が大きい。要はこちら見てもわかる通り、ここにね、カメラがついていて、後ろに画面がついています。斬新。ウルトラマン、ビー。まあお胸のところにね、デカデカとこの穴が開いてしまっているのですが、多分ね、充電する必要があるのかな？ここで多分充電することができるのかな？あ、バッテリーを入れる場所があります。待って待って、足かな？失礼します。足だ！こうやって足をこうやって広げると開脚。この足の付け根にバッテリーを入れる場所があります。すごいところにありましたよ。なんかさ、お尻にボタンがあるんだけど、まさかこれオンオフボタンじゃないよね。なんかボタンあるよね。ドイツ語読めないからな。つかない。あ、なるほど。こっちばかりに聞い取られてましたけど、こっちにもね、バッテリー入れる場所ありました。もう場所が衝撃的すぎる。ついたついたついた。画面が動いています。見せて。あ、もう撮れてる。いやー。ほら、もうね、撮れています。よくない？自撮りしてみようかな。こんにちは。撮れてますか？おー。パソコンにつなげると映像が見れるんだと思いますので、やってみましょう。USB でつなげて入れてみます。ダメかな？いかないかな？反応がない。ちょっとね、残念ながらちょっとわからないです。こういろいろと説明が書いてあるのですが読めなくて。まあパソコンで見ることは無理なんですけど、さっきの映像はちゃんと撮れていたようで、ここをこうすると、ほら、さっき撮った映像が見れます。顔が半分切れてる。でもまあ映像としては撮れているので、ビデオとして使うことは可能ですね。そんな感じなんですけど、ずっと裸だった。お洋服履かせて、まあビデオも撮れちゃう斬新なバービーちゃんなんですけど、こちらがね、問題となった理由は、まあ、小さい女の子が遊ぶように作られているものを大人の人がプレゼントをして、まあ変なデータを抜き取ってしまう可能性があるというわけで、例えばなんか寝る時に一緒に持っていくとか、なんか変なところに持って行って変な映像を残してしまう可能性があったので、まあそういったことが問題となったようです。ただ大人が使う分には面白いし、ドッキリとかにも使えそうなので、使い方かなとは思います。はい、続きまして。最後はこちらです。じゃじゃん。妊娠バービーちゃん。これなんだろう。なんか服に縫い付いてあります。これ縫い付いてあるだけで取っちゃっていいのかな？はい、この子はバービーではなくてバービーのお友達ですね。で、この子なんですけど、なんと、臨月っていうわけで赤ちゃんがもうすぐ生まれちゃいそうです。あ、破水した！緊急的に赤ちゃんを取り出しましょう。帝王切開です。というのも、こうやってお腹を開けますと、お腹が大きくて、お腹がポコッと取れる。で、中にね、赤ちゃんがいます。生々しい。帝王切開。これを戻してあげて、帝王切開無事完了です。赤ちゃん生まれました。元気なね、女の子かな？女の子でございます。こんな感じで本当に妊娠ごっこできちゃうおもちゃなんですけど、これは正しくは販売中心には完璧にはなっていないのかもしれないです。一般的にはもうお店では売っていないと思いますが、多分ネットとかでは購入できるんじゃないでしょうか。これもね、いろいろと賛否両論があるおもちゃだと思うので、これはこれで発想は面白いですし、結構面白いおもちゃだと思います。じゃじゃん！というわけでいかがでしたでしょうか。まあね、どれもセンシティブっていうか、まあ賛否両論がありそうなバービーちゃんたちばかりだなと思いましたが、私がバービーちゃんが好きなところはいろいろな種類のバービーちゃんが誕生するんですけど、まあその時の時代に合わなかったり、お客様のね、意見をすごく聞いて、まあ時代とともに進化していってるのがすごくいいなと思っていて、
最近だとね、プロポーションが良すぎる女性、明らかに細すぎる、体型が良すぎるバービーちゃんに批判がすごいんですけど、最近はふくよかなバービーちゃんとかね、一般的に発売されるようになってきていますし、本当に時代とともに変化してってますよね。尊敬しています。今後もね、発売中止になったおもちゃとかいろいろと紹介できたらなと思うので、ぜひぜひ見てください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。